ちゅうわけや、俺らは敵左翼および本体の追撃を食い止める。はっ。すまんな、これも俺の直属になったんが悪かった思うて諦めてくれや。初めから諦めてますよ。ええ返事や。来たね。ガヤックさん。ジョーちゃんか。最後がジョーちゃんの相手っつうのもオスやな。そんな、聞いてください。悪いけど、それはできん相談や。俺にも都合があるさかいな。ガヤックさん。手加減なしやで。行くぞ。キュウス様、見ててくださいね。やっと私の番ですわ。次、うち。行くぞ。やっと私の番ですわ。行くよ。次、うち。
いね。ほら決めさせてもらうか。いいんだよ。の番ですわ。次、石。手がしても来たんで。行くぞ。こう。結構やるやんか。勇士様、見ててくださいね。行くよ。何する？許せませんわ。許せませんわ。このくらいで許して差し上げますわ。
行くよ。行くぞ。こう。当たれ当たれ。
行くぞ。すまねがい。あとはあんた一人やで。ガヤックさん、ここまでだな。降伏してください、ガヤックさん。降伏？はい、降伏してくれれば命だけは。冗談やないで。捕虜なんかになってたまるかいな。そんな、捕虜になるくらいやったら。ガヤックさん、ガヤックさん。来てくれると思うとったで。どうして、どうしてなんですか。あなたは私に生きろって言ってくれたのに。そういや、そんなことも言うたな。なのに、なのになんで。でもな、俺、軍人になった時から決めとった。ジョーちゃんに抱かれて死のうってな。カヤックさん、そやから捕虜になれんわ。こんなチャンスめったにないし。そんな、シルエラ言うたかいな。はい、勝手な男やと思って、キラはと。ガヤックさん、ガヤックさん。シルエラ、デュシス様の容態はどうでしたか。キャラウェイがついていたからな。心配するほどじゃないよ。そうですか。知り合いだったのか。はい、私が捕虜になっている時に。あんな、何回も言わせないや。食うもんは食え。何度でも言います、敵の施しは受けません。罠死んでまうやろが。死んでも構いません。死ぬ死ぬ言うな、ボケ。別にいいでしょ、私なんか死んだ方が良かったんだから。ん？私があの時出るって言ってなかったら、セリエ様は死なずに。私がわがまま言わなかったら、セリア様は。
アホやからアホ言うたんや。しょうもないことで悩みやがって。何がつまらないんですか。私は。これからもそないするんか。え、ずっと死んだ人間のこと背負って生きていくんかって聞いとるんや。それはそんなことできるわけない。俺らは戦争やってるんや。いちいち背負っとったら身がもたんわ。だけど忘れんかったらええねん。自分が殺したやつ、自分のために死んでったやつ、そいつらの顔をずっと覚えといたれ。そないしたらそいつらはずっと俺らの中で生き続ける。俺らが生きてる間はずっと一緒に生き続ける。それでええやろ。ずっと一緒に。もっとも泣いたり嘆いたりして戻ってくる言うんやったら俺も一緒に泣いたるけどな。話はここまでや。ほなちゃんと飯食っとくんやで、ジョーちゃん。あの、ん？ジョーちゃん、ジョーちゃんって言わないでください。私にはちゃんとシルエラって名前が。ジョーちゃんはジョーちゃんや。あの話を聞かなかったら、きっと私は。だからこの人の死を背負ったりしません。その代わり、ずっと。ヒューイ様。私は間違っているんでしょうか。こうして聖魔大戦史上に残る野戦の幕は閉じた。インジェラ軍死傷者12000、ルーシエラ軍死傷者7000、ルーシエラ軍側の撤退で終わったものの、実質的にはインジェラの敗北であった。そしてこの夜、両軍の肩を濡らした雨が止んだのはわずか2日後のことであったという。エベルザード野戦に勝利したインジェラ軍は川の水が引くのを待ち、再び進軍を開始した。すでに主力を失ったルーシエラ軍は、その勢いを止めるだけの戦力はなく、わずか4日でアルビダブ防衛隊は沈黙。要衝アルビダブの陥落により、長きにわたった戦いも終結しようとしていた。おじさんも頑張るな。入るぞ、ヒューイ。もう歩いても大丈夫なのか。ああ、キャロイ、もういい。ですが。大丈夫だ。はい。失礼します。あんまり無理するなよ。無理はしていない。あれが過保護すぎるだけだ。いや、キャロウェイが過保護すぎるとだな。お前、まさか。そうか、お前も大人の男になったんだな。冷やかすな。その場の勢いというものがあるんだ。勢いね。それで、相談があるんだが。相談？ああ。その、なんだ。はっきり言えよ。その責任を取らねばならんだろう。何の責任は責任だ。それでそのプロポーズの言葉は何がいい。なあ、ヒューイ。俺に何を期待してるんだ。お前なら俺よりは詳しいだろう。戦記を読むことにも長けてるし。戦争と女は違うよ。そ
それはそうだが、今思ってることをそのまま言えばいいんじゃないの？そうか、邪魔したな。ヒュイ、次は何？いや、俺をひどいやつだと思うか？何が？自分だけが幸せになろうとしている俺を。お呼びでしょうか？キャラウェイを呼べ。はっ。キュウイ。シルエラが言ってたよ。死んだ人間のことを背負っても仕方ない、ただ忘れずにいてやればいいってな。俺もそう思うよ。俺たちだっていつ死ぬかわからないんだ。だったら幸せになれる時になればいい。だがグローのこともある。あいつだって分かってくれるよ。今は無理としてもいつか時が経てば。だといいな。見ているのか？だってそうしないとお前逃げるもの。俺は逃げたりなど。失礼します。ご苦労。何かご用でしょうか？用事があるのは俺じゃないよ。俺だ。ジュシス様が？どういったご用件でしょうか？キャラウェイ。はい。俺は幼い頃から剣ばかり振ってきた。だから戦術はどちらかといえば苦手だ。ヒューイにはかなわない。だが君は違う。君の戦機を読む能力はヒューイにも匹敵する。まことにめでたいことだ。それでご用件は？そのめでたい能力でこれからも俺のことを支えていってほしいのだ。はい。その俺のことだけでなく俺たちの子供たちもだ。お子様もですか？できればでいいのだが見てもらいたい。ご命令でしたら。いや、命令じゃないんだ。これは俺の個人的な感情であって。だから、そう。はい。結婚してくれないか？ダメだろうか？はい、喜んで。キャラウェイさん、綺麗です。そうだな。でもよくウェディングドレスなんて見つけてきたな。近くの村でお風呂をもらってきたのを仕立て直したんです。一晩かかりましたわ。ほんと感謝してもらいたいですわ。でも苦労した甲斐がありました。キャラウェイさん、あんなに嬉しそうで。なあなあ、ヒューポン。何？うちらも式あげよう。式あげるって？そやから、キャラウェイさんにドレス借りてやろう。なあ、ええやろ。借りもんでも我慢するから。考えとく。ほんま？ほら、うちお化粧してくる。ゆっくりな。